じゃあ皆さんのもうすぐ小学校6年生になるってことで5年生の復習をやってみましょう。36と48の最大公約左右昇降倍数の求め方っていうのは5年生で学んだと思うんだけど、ちょっとやってみましょうか。36と48の最大公約数はいくつでしょうか。ちょっと考えて、どうかな、出たかな。はい、はい、12。はい、でよくできました。どうやって求めた。え、どうやって求めた。1、2、3、4、5、6。ああ違うわ。1、2、3、4、6と、うん、1、2、3、4、6、割っていくのね。そう、割っていくんですよ、はい、つまり4。まあまあ、じゃあちょっとやってみましょう。実際はこう36と48という求めるべき、最大公約数最小公倍数の数をここに真ん中に書きます。それでこんな感じで36を2で割った数をすぐ隣に書いていきます。はいはい、で48で2で割った数を24ここに書いていく。でまあこれ1からこの数があるように考えて、まあ、18のが小さいので18の方をこっち左側に寄せます。でさらに次3で割ってみるのね。で36を3で割ると12で、48を3で割ると16です。でその次4でやってみます。そうすると36を4で割ると9と、で48を4で割ると12です。でここで12で出会うので、この2つとも同じ数が出てきた、初めて出てきたやつが最大公約数です。はい、これは学校でやったんじゃないでしょうか。じゃあ次に最小公倍数の方はどうでしょうか。ちょっと求めてみてください。はい、どうですか。はい、はい、最小公倍数は割り算じゃなくて掛け算をして臨みました。それで144。あ、はい、よくできました。で今言った通りに今度は割り算ではなくてどんどん掛けていくのね。さ、2で掛けてこっちは72、こっち96で、3で掛けて36と144で、こちらに4を掛けると初めて144でお互い出会うので、これが最小公倍数になります。でこういうふうにして学校では学んだと思うんですね。だから常にこういうふうに全部書き出して、見つけないとなかなか見つかんないということです。でも実は船橋の小学校ではあんまり教えてないんだけど、もう一つのやり方があるんですね。これすだれ算と言います。でこれは逆さ割り算という言い方もあって、これ知っとくと便利なんで、ぜひ使ってみてください。まず36と48をこの隣に書きます。でまず 1で割れるのは当然なので、まず次に2で割ってみようとすると、で2で割れそうですよね、36と48で。そうすると2で割ると次に18と24になるんですね。で18と24もまだ共通の2で割れるので、もう一回2で割ります。そうすると9と10になります。で9と12はもう2で割れない。で2で割れなかった場合には次に 3で割ってみようとするんですね。でそうすると3で割ってみると3と4です。だからそれぞれを割り算していく形で、で3と4になると3と4をもうそれ以上割り切れるものはないので、ここで終わります。でそうすると非常に不思議なことにこうなるんだね。このすだれ算をやるとここの2と2と3、この左側に残った数字を掛け算すると 2×2×3 でいくつでしょうか。12。これ最大公約数が出たんですね。でさらに 2×2×3× ここの最後に割り切れなかった3と4、これ全部掛け算するとちょっと大変だからもう答え出しちゃうと144で、これ最小公倍数になるんですね。でこれ知っとくと便利です。で
なぜあの船橋の学校ではあんまりこれを教えてないかというと、これ知っちゃうとすぐにできちゃうので便利なんだけど、やっぱりまあ他の公約数とか購買数も理解していくためには、最初こういうふうに横書きして、お互い出会うところを発見した方が、まあ、公約数と購買数の理解のためには、まあ、これがいいということで使ってるんだけど、でもこれも理解した上で、まあ、これも便利な方法も知っておくといいですよね。だから勉強というのはしっかりとまあ、基礎からやっていくという、これをきちんとやった上で、でもこういう便利な方法も使いこなせるようにすると、これ両方できるといい。ということで、まあ、6年生の勉強もこれから頑張ってみてください。はい、5年生の復習で最大公約数、最小公倍数をやりました。